Welcome to Superstar Channel. はい、とりあえず車のチェックと確認が終わりました。まあ当たり前なんですけど、車を運転する前に教習所で教えてもらったよね、始業前点検、はい、一つは済ませました。だからつっていきなりぶっ飛ばすわけじゃないので、一応行動ですからね、あの法定速度プラスアルファの中で確認できること、チェックできることをしながら、まあもしかしたら途中でどっかで触るみたいなところは出てくるんじゃないかな。まあ今日はもうね、ほぼほぼそれ終わってるので、要は普段の、まあ、タウンユースで使った時の減衰の番手のバランスだったりとか、あとはまあちょっと車速が乗るような領域のところで、イメージなんですけどね、あこのぐらいに行ったらこの後こうなるかなみたいなところの部分まではちょっとだいたい思想でやるようになると思います。まあちょっとその辺は乗りながらね、コメントしてどっかでこう減衰を触ってみる。これがね映像で伝わんねえんだけど、まあいや俺だけ分かれへんみたいな。はい、じゃあそんなのちょっと行ってみますか。はい、こうナンバー付きの車で実走行のテストするときに、違法改造車はやめてほしいのよね。ああ、そうなんだけどさ、微妙にタイヤがはみ出てるとかありがちなんだけど、クソでけえ GT ウィングがついてるとか、あとは灯火類がちゃんとつかないとか、あとマフラーがうるせえとか、やめて、ナンバーついてんだからさ。あなるほど、最低限のモラルとマナーっていうところ、グレーなところも多いんですけど、なんかね、あの要は反社会的なさ車やめてーっておー、なるほど、だってそうじゃん、さすがにさ街中さ直感の車さ、サイレンサーの家なんてバーバーやるもんでさ、もうさ俺50だぜ、そういう仕事させるわけくれよあるので、まあ、やっぱね、いきなり持ってきて車がさ、ひでえ車だとお断りするパターンもあります。結局は最後は普通っていうところに持っていくような車じゃないとちょっとお受けできないっていうのは、当然ね、そんな違法改造さ、なんかガチャガチャやってるって言ったら、ね、なんかあったら要は捕まっちゃうじゃん、やってる側がっていうのが、俺もこの商売なんかやりたいので、そういうのは嫌ですっていうところだけはお願いします。はい、今会社から出てきて、ちょっと広い幹線道路、まあ、道が綺麗だから全然乗り心地なんてこんなレベルじゃ分かんないんで、ちょっと道の悪い、ちょっとねこう道のアンジュレーションでこぼこを拾うような場所に行こうと思ってます。はい、仕事で乗ってかないにしても、うちに帰ってきたら10分15分でもちょっと近所車乗るとか、それもまた俺は車のチェックする方法としては結構大事な時間かなと思うんですよ。うちもね、都内のお客さん結構多いんですけど、当然都内で働いてると車使わないでしょ。ああそうですね、通勤、ね、電車だったりとか歩いて行けるよとか、そんなレベルで車なんか持ってたってさ、なんていう時代にちょっと今はなってるから車乗らないんだよね結局。でもそれって自分の車ってさ、手足のように動いてもらわなければならないようなところで車を使ってるなんていう時に、車のことが分かってない人が手足のように動きますかね。それにはやっぱ乗る時間、触れてる時間、情報を取る時間っていうのが俺はすごく大事かなって思います。乗る時間5分でも10分でもいいから、自分の車のために時間使ってほしいよね。当然車カスタムするんだから格好も良くなきゃダメなんだけど、バランスだよね、いい車、俺なんかそうなんだけど、乗っても楽しい気持ち、自分が思うように動いてくれる車だったり、で車から降りた時に自分の車を見て、あら俺の車かっこいいよねって思える車でありたいなっていうのは、車好きの基本はみんな一緒なはずなんだよ。やらなければならないっていうものってなくていいんじゃない、やんなきゃいけない、それは確かに壊れたものは修理しなきゃいけないんだけど、意味もなくさ、誰かと競り合うためにこの部品つけなきゃとか、ね、お金かけないとあいつには負けたみたいな風になるのとかって、俺はいらないんじゃないのと思うけど、そういう人いない？だってそれ楽しくはないな、楽しくはない、楽しくはない、ちゃいますね。
しくなくなるんだよ。だってそうすると車嫌いになっちゃうじゃん。うん、だから、ね、こういう趣味をがっつりやってて、ある日突然パーンってやめちゃったっていうのって、やめちゃった人ってね、少なからずもこういうことってあったんじゃないかなって思いますよ。そうなってほしくないんですよ。俺はね、自分で競技やってたんだけど、俺競技否定派ですからね。おうちのお客さんで競技やってる人一人もいないもん。あ、そうなんですか。人生滅ぼすからやめた方がいい。何もかもを捨てる覚悟があればやってもいいけど、そうじゃねえんだったらやんねえ方がいい。これも毒だから。競技やってる人たちからしてみりゃ、何言ってんだてめえってなるけど、これはあくまでも僕の持論です。昔の競技に比べるとやれる人って限られる。いやー、時代が変わっちゃったからできる人の方が俺は少ないと思うな。なんかみんなそうやってさ、お金のね話ばっかりするんだけど、なんかそれ寂しいんだよな。そうじゃねえんだよ。でもそれってさ、お金が前に来ちゃうと好きとか嫌いとかって全部どっか掘り投げないといけないじゃん。俺は嫌だね。あ、どんな形でもいいから、俺やっぱ棺桶減るまで車好きでいたいなっていう人と一緒に過ごす時間の方が俺は好きかもしれない。だから自分がそれを一歩間違えたらもう車嫌になるっていうギリギリまではやってたから、でもそれを やりたくないから現役をやめたっていうのは内心の部分ではそこかな、本音が。車嫌いになりそうだった。まあその前に人が嫌いになりそうになったっていうのが大きい原因だったかな。ああ、そうなんですね。だからそれは下げたかった。だから去ったっていうのが今話す事実かな。十何年黙ってたけど、ね、言わないんだけど、俺の気持ちがそうなってしまった。本当に車が好きで走るのも好きだったんだけど、いろんな部分がその前に立ちはだかって、車が好き、乗るのが好きっていうところも全部消されそうになったから、もう一回原点に立ち戻りたくて、車好きでいたい、車乗るのが好きでいたいから、その環境を変えたのが、一番の理由かな。まあまあ、裏話は置いといて。さっきからね、こうやって少し自分の自社線の中で、今40キロ、50キロぐらいで、こうやって右、左に振ってるんですけど、はい。この時にショックスプリングの縮んでるとか、タイヤがこうやって動いてたりっていうのを結構感じてます。その時に要は両手
が感じやすくて怖くない。いやこんなの金で乗れねえすとか、これ俺にはできねえすっていうのじゃ変える意味ないじゃん。なんかこう乗った時に多分こういうふうに動いてくれるんだろうなっていうね、予測なんだよね。だからびっちり合わせるじゃなくて範囲で捉えるっていうイメージかな。だから一回お客さんにねセット暫定を作って返して、その後帰ってくることなんて多々ありますよ。こんな感じじゃないからこういうふうになる、もうちょっとこういうふうにならないかみたいな、分かる人なんかそうやって伝えてくれるから、まあ大体帰ってきたことほぼないけどね。あ、そうなんですね。ってことは大体こうお客さんが望んでるところの近くには多分いたり、お客さんができるセッティングで車が多分どうにかなっちゃってるのかな。そういうところは別に電話ですることもできるじゃん。例えばサーキットで先に行ったんだけど、こんな感じなんですよ、じゃあちょっと空気圧はどうなんだとか、タイヤは何なんだとか、そういう話を聞いて、じゃあこうやってみろ、ああやってみろっていうところが、うちの足をこうやって僕につけさせてもらって、車を1台こう暫定で渡した後に、まだその後にそういうこともねオプションでついてくるんだよね。いやでもだからそこがやっぱ売ったら売りっぱなしじゃないし、箱売りしてないっていうところの強みでもあるんですよ。誰なのかは分かる、どの車かは乗ってるから俺も分かる。